今ない○○を妄想する M8 招待招待二等兵の友人屋でございます。 T 隊長です。隊長でございます。隊長聞いてくださいよ。はい、わかりました。最近ブッダの教えは超クールって聞かれてですね、反応しない練習っていう初めにを読んだ、そこですごい深い感銘を受けました。初めにだけですごいって、それは悩みはたった一つのことから始まっています、悩みの正体を教えてあげますって言うんですよ、ブッダが、ブッダが超クールなブッダが、それは悩みの正体は心の反応です、だからその心の反応を捨てれば、あなたは悩みから解消されます、って聞いた時にぐっすりですよで、それは全て日常の反応は、例えばその電車が混んでた、今からこれに乗って仕事に行くのか、憂鬱になる、でもそれはその電車が混んでたっていう事象に反応しただけで、別にあなたの不幸の幸せにも何も関係してないんですか？関係ないですね思います？思いますというか、暗くならない、電車混んでて、うわ混んでるなって電車乗り込んで早く終わらないかなって降りたら終わりますあ、このまま仕事行くとかっていうのはない。このままその電車乗ってることと仕事のことは関係ない出来事らしいんですよ、そうらしい。そうじゃないですか。で、例えばその、目覚ましテレビとかって朝やってるじゃないですか、あれで、目覚ましじゃんけん、あれ負けるとイラッとしますね。僕しないですね。僕なんかこうチャレンジします。何にチャレンジ？毎日パー出したらどうなるのかみたいななんか多様性ですね。多様性だからその僕の場合じゃんけんに勝った負けたで一喜一憂して、おまけにあれ占いとかやるんですよね、今日の星座占い、星座占いランキングまでするんですよしてますね。してますよね。でもあれもう、バットだと本当にもう1日がバットなんですよ。僕はない、ない。だから僕はもうあれをやめて今教育テレビなんですけど、でその反応しない練習っていう音源を聞いた時に、あ、これっていつもここで話しているエニアグラムのことだと思ったんですよ。でも話す長いですからね。めちゃめちゃ長いし、多分こうやって答えはない、答えがないからずっと話できたりもしますよねそうなんですよね。で、まあ、今日この反応しない練習っていう動画で、反応があなたの幸せとかを左右しますよ、悩みを、反応が作ってますよっていうのを聞いて、エニアグラムが役に立つんじゃないか、というのはエニアグラム の分け方というんでしょうか、問題が生じた時の態度っていうので、なんか3つのタイプに分かれます、それは楽観的タイプ、合理的タイプ、反応的タイプ、で自分、私は日本人で一番多いと言われている6ではないかと思っていて、その6っていうのは反応的タイプに入ってるんですね。でもちょっと待てと、僕はここでまた反応しちゃうんですよいや、お前らだって反応するだろうと。しますね、だからこの反応の意味が分からなかったんですね、っていうのはこの反応してるとかもう反応してるじゃん。そんな反応してますよね僕聞いた時にふーんって、あ、そうなんだぐらいの感じ。そうなんです、そうなんです。で、僕も楽観的タイプのはずだったんです、世の中なんとかなると思ってると思ってたんですけど思おう思おうとしてたのかなと、いや、ちょっと待てと、違う違う、僕は頭がいい人間になりたいから、合理的に考えねえと思ってる時もあったんです、だから僕は常に合理的だ、物事を合理的に考えて、だって今まで対処してきたじゃん、仕事も一応クビにならずに17年間同じ会社でやってるのは合理的にやってきたからでしょ、で、この多分物事、問題が生じた時の態度、態度
で、これってなんか突発的なことなんですよね。普段は多分合理的に考えたりとかして、仕組み考えてこういうふうにしたらいいなと思って、そういうふうに行動するっていうのは多分どのタイプでもあると思うんです。あ、1から9まで縮み、1から9まであって、多分どのタイプでも、そうやって、まあ僕でもこう、あ、これやるにはこれとこれとこれをやってこういうふうにしたらいいなっていうのを考えて行動してたりするんで、はい、普段は合理的がいいと思ってる人は合理的に行動したりするんですよ。それは、うん、反応的と言われてる6でも合理的に考えた方がいいよねって思ってることは普段の生活、日常生活の中では合理的にちゃんと合理的にやってる。ただここでいう、 こう問題が発生した時ってなんか突発的な時なんです。事故が起きたとか、そうなんですよ、仕事ですっごいトラブルが発生してしまったみたいな時にどうするかみたいな。で僕は、うん、あの自分のことを楽観的だし、うんうん、むしろ合理的だ、うん、と楽観でもあり合理でもあり、どっちかだろうなと思ってたんですね、うんうん、でも前この隊長と話してる時に、うん、例えば自転車に乗ってます、うんうん、でちょっと黄色から赤になりかけ具合で、うん、でもまあ自転車乗ってます、うん、行っちゃえ行っちゃえって僕は、まあ、誰しもが行ったことはあると思うんですよね、うん、例えばその時にタクシーの運転手から怒鳴られました、うん、どうしますって聞いたんですよ、うん、どうします、あ、そうですねですよね、そうじゃないですかね、皆さん。で、僕は恥ずかしいことに怒鳴り返しちゃったんですよね、うん、普段は全然ここの関係でも分かるように、うん、基本どちらかというと誰にも敬語で話し、うん、あのみんなが笑顔であればいいと思ってますよ、うん、でも突発的に怒鳴られたことに対して怒鳴り返したことが何回もあるんですよね。でも喧嘩もしませんし、もしかその後で喧嘩になったら多分僕は引いちゃうんですけどその時はそう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 、やばいやばい気になるんですよ。でもその時は突発的な反応で動いてたんですよ。私がそのエニアグラムすごいと思ったのは、俺反応じゃんって反応じゃん、めちゃめちゃ反応じゃんって思ったんですよ。でこのエニアグラムの紹介している人が初めの方で強く言っているのは、電車に飛び乗ってはいけないって言ってるんです、うん、その電車に飛び乗っていけないっていうのは、うん、僕がした反応のことです、うん、要は僕はあの反応タイプっていう物事が起こったことに対して反応しちゃう、反応しちゃうんですよ、うん、あのここにも書いてあるんですけど、問題に対しては感情的な反応が起きる、うん、で感情が一旦発散できると健やかに気持ちが収まるって感じあ、だからわーって怒鳴って怒鳴り返せばふって収まるんですよ。だからもしか、うん、もしかね、そこで向こうがさらなる反応を返してくると、うん、僕はもう手はないんですよ、うんうんうん、収まってるから、収まってるから急にやばいになるんですね、うんうん、だからこのエニアグラムでは、うん、電車に飛び乗ってはいけないと、うん、これ今タイプ6というか反応タイプのことだけを言ってます。言ったけど、多分僕だったら楽観タイプ。楽観タイプでなるとなんかこうポジティブでいい感じがする。いい感じすごいします。はい。でもこれ問題が起きた時にどういう行動を取るかというと、臭いものには蓋をしろなんですよ。まあなんとかなるよ。それはあの、うん、僕からすると結構、うん、よくなんか人生はなんか楽観的に生きればいいじゃんみたいなのは結構巷にあふれてるじゃないですか、うん、そうでもない、そうでもないというか、仕事でこうトラブルが起きてみたいな時にこれをやらなきゃいけない、ああってことは往々にしてありますよね。でありますよね。でこれとこれとこれをやらなきゃいけないみたいな、まあ1個ぐらいやらなくても大丈夫かなって思っちゃうんですよ。すいません、明日謝ればいいかなあ、それは なんとかなる、なんとかなるよっていうのと、もう見たくないんですよね、これこの発生してる問題に目を向けたくない。合理的っていうのは問題が起きた時に一番冷静に対処する人たちですね。で、さっきの話で言うとね、うん、その反応しない練習では、うん、最終的にブッダは合理的に考えろって言うんですよ、うん、でまあ巷では合理的にやってるのってすごい、うん、あの何も問題が起きない、うん、え目指すとこってそこなんじゃないのって思うんですけど、うんうん、また違うんですかね。それはそのこの合理タイプ、エニアグラムでいう合理タイプの人っていうのは、
全てを合理的に判断する。え、いいんじゃないですか。そうしたときに、そう言ってたら羨ましい、かっこいい、かっこいいじゃないですか。かっこいいですよね。シャーズナブルみたいじゃないですか。そうなんですよ。だからあの国は必要ないから消せみたいな話ですね。コロニーを落とすんですね。コロニーを落とすんです。惑星を落とすんですね。そう。で、それがいいかどうかって話じゃないですか。自分たち、自分にとってみたらそれが最適な手段である。合理的に、合理的にってなったときにそれを平気でできちゃうんですよね。だから仕事で問題が発生したときに、なんか一人の人がすごい負担が多かったりとかする。けどその人しかできない。で、例えば反応タイプの人とかだったら、ちょっとねぎらいしたりするんですよね。あの大変だから、大変も大変だと思うから、なんかご飯でも買ってきてあげようか、みたいな。あ、僕やりがちなの。カフェラテとか買ってく。ですよね。そういうことしがちなんですけど、合理的な人は合理的な判断して、それはあなたしかできないから、あなたがやるしかないでしょ、みたいな。って言われたら、言われた人、クソとか思いますよね。あ、じゃあ、っていう、エニアグラムは、その、自分がどんな反応をしてるかを、反応って、僕の反応の意味じゃなくて、どんな反応をするかを知った上で、電車に飛び乗ってはいけないと。そう。だから、例えば合理の人だったら周りの人はどう考えてるんだろうかとか考えた方がいい。こういう風にしたら一番合理的に物事を解決できるんだけど、だからそれをやることによってこうあの人の負担が増えるんだったら、ちょっとあの人にもちょっとそういうねぎらいの言葉をかけようだとか、ちょっとなんかフォローしてあげようとか、できる部分はこっちでとか。面白い。